どうも、チェーホブ研究所です。おはこんばんにちは。はい、今日はですね、ちょっと本屋さんに行ったら気になる商品があったので買ってきました。本屋さん？はい、今6月で梅雨入りしてるんですけど、梅雨が明けたら7月、8月があって夏ですね。夏休みということで、今日は夏にぴったりなグッズ買ってきました。なんだろう。はい、こちらです。はい、夏っぽいでしょ。なんかすごい綺麗な感じ、メッセージカードみたいな感じなんですけど、それだけじゃなくてお手紙として使えるんだけど、グッズと一緒に飾って可愛いものを買ってきました。以前サンリオかな、サンリオのメッセージカードで立体的なのがあって、はい、それを紹介したこともあったんですけど、見ました。今回は4種ともね、ホールマークさんっていう会社のメーカーさんのカードになってます。そうみたいです、本屋さんに行ったらたまたまあって、すごいいいなと思って買ってきたんですよ、衝動買い。はい、というわけで今日はこの4つのサマーカードでグッズと一緒に並べて遊びたいと思います。はい、それでは研究じゃけん。まず一番気になったのはこれなんですよ。実はわかります、これあのこれなんかボトル、ボトルシップ、ボトルシップっていうの、なんかこん中に船を飾ってるやつあったりしますよね、あんな感じ。サマーアクアリウム、すごいよこれマジで。どうなんだろう。値段は500円ぐらいですね。なんかいろいろ出てきたけど、これはメッセージカードなのかな。多分そうだと思います、そしてこれはこれが封筒だ、封筒も可愛いね。可愛い、これが本体です。簡単そうだね。どうってもどうなってんだろう。こうやるだけです、こうやるだけ。嘘、めっちゃ簡単。あ、すごい、なにこれ、できた。これやばい、やばい。単純にこれ飾っとくだけですごい可愛いね、グッズと合わせたいなってとこなんですよ。ここにね、これ3層になってるから間になんか入りそうな感じするよね。入りそう。ちょっとアクスタ入れてみてください。はい、やっぱ夏なんで、夏休みのアクスタ、ね、いいですね。天元入れてみようかな。はい、まずは、はい、かわいい。なんかあの水槽の中お掃除してる人みたい確かに、あの何もつけないで、なんか泳いでるようなアクスタあればいいけどね。ちょっと大発見しました。なんだろう、はい、このボトルシップのやつ、こういう使い方したら最高に合うっていうのが分かりました。なんだろうこれ、アタッチメント、ジェイホビダイザーとアタッチメント、これを使うとこういう風に浮いてるようにできるんじゃないかなっていう、うわ確かに感じなんですよ。そう考えたらそうだね。これをこの中にちょっと入れてみますね。どうなる、どうなるか、まあ、そんなに大したことないんじゃないですか。はい、できました。ほら完璧でしょこれ。かわいい、完璧。なにこれ、映え。これは正しい使い方じゃない、アタッチメントの。そう、これのためにあったんだ、これのためにあったかも、2層になってるから、前と後ろでいいかもしれない。確かに、遠くの方で、ちょっと遠くの方にみそっぺがいるような感じにもできる。かわいい、これのためにあったんだ。すごいねこれね、これはすごい大発見、これはなんかいろいろアタッチメント使ってみんなもお試しできるかもしれない。お試しあれ、はい、お試しください。はい、はい、じゃあ次、はい、はい、次金魚鉢です。金魚鉢、これもやっぱり同じような感じになると思います、さっきと、はい、こんな感じになってます。はい、これがねもうそもそもメッセージカードになってるみたい、ここに手紙を書くんだね。そうみたい。で書いてこの中に入れて送る、っていう感じなんだけど、今回手紙は書かないでまたちょっとグッズを飾ろうと思います。これもこういう風になってるんだけど、さっきのボトルシップはここ結構大きく穴開いてたんだけどね、こっちは狭い穴、線が入っちゃってるんですよ、1個ここなんかあるから台座がここに入れることができないんですよ、だけど、やり方としてはまずこんな風にしといて、乗っけちゃう、こうなってますよね、ちょっとわかるかな、もう台座の上に乗っけちゃう。あ、すごい、かわいい。そしたら、こんな感じですね。かわいい、すごいアタッチメント使えるよ、戯れてる、なんか金魚と疲れてる、本当だね、食べ物だと思われてどうかな、すごい合うんじゃない。これは大発見です ね、アタッチメント使うといろんな楽しみ方ができるなっていう、かわいい。
じゃあミソリン、こんな感じかな。うわあ、可愛い。まあ、金魚の位置はちょっといろいろ調節して、うんうん、水の中入ってるように見えるよね。入ってるように見える。うん、泳いでるみたい。可愛い。可愛い。これ500円だからね。うん、いいですよ。いや、なんか新しいアタッチメントの使い方。うん。うん、初めての感じ。ね。はい、こんな感じ。いや、これめっちゃ面白い。面白いね。うん。まだあります。あとはちょっと違うタイプなんだけど。うん、これは特になんか特殊な感じじゃなくて、ただ一緒に飾ればいいのかなと思うんだね、2つともね、うん、こっちは海の家でしょ、うん、こっちは朝顔、朝顔、うん、でもこれすごいんだよね。どうなってんのこれ。何がどうなってんのか分かんない。すごい立体的なんだよね。奥行きがある、うん、海の家。これは絶対さっきの決めてる夏休みに合う、うん、合う合う、うん、じゃあ入れてみます。はい、じゃあまずはどっちから。海の家。海の家。じゃあ海の家からいきましょうか。はい、ズーン、ズーン。あーすごい。うーわー、うわー、うわ、開いた開いた。でここ開くんだ、こうやって。すげー。こんな感じかな、うん、うん、こんな感じ。広げたらこんな感じになりますね、うん、ラーメンとか。よし、じゃあここに好きなの設置してください。はい、これも完璧に合うやつがあるよ。まずは炭治郎。じゃーん、スイカ割りだよね、海といったら。ほんとだ。これのためにあるみたいな感じする。絶対そうだ。じゃーん、割ったスイカを食べる。あ、スイカ。ちょっと後ろの方で時と鈴見中。あーあー、めっちゃ夏休み。何これ、何これ、やばい、面白い。あ、ねずこ、ねずこもじゃあ後ろに。すごい完璧。めっちゃ面白い。これほど合うものはないかもしれない、うん、うん、すごい。もう炭治郎と伊之助はもう完璧に、なんかここにいそうな感じがするよね、うん、はい、ここで食べてる、絶対食べてるよね、うん、煉獄さんでラジオ体操。ほんとだ、これも合うね。合う合う。海の家の人だ。海の家の主人、うん、これ中に入れられないよね、さすがにね。さすがに中には入らないよね。あ、そっか、うん、ちょっとこれ細かく見てくる。はい、うん、楽しそうだね、海の家ね、うん、なんか後ろにメニューいっぱい書いてある。メニューいっぱいあるし、もうなんか焼きそばとラーメン作ってあるし、うん、ビールもある。ほんとだ、行きたいね、うん、海の家。かき氷食べたい。カニを見て喜んでる犬。はい、うん、かわいすぎる。すごい。いらっしゃいませ。炭治郎バイトしてるみたい。スイカ割り200円。いや、すごい。はい、じゃあ次。はい、最後。まだあったか。まだある。これですよ。なんなのこれ。わかんない。これだけでも綺麗なんだけど、うん、開けますよ。はい、うわー、何、どうなっているの。五重の塔みたいなのがあるね、うんうん、これメッセージカードなんだよね。はい、まあ、ここにメッセージカード。本当だ、もはやメッセージカードになっているかどうかわかんないけど、うん、後ろもちゃんと描かれてるんだね、はい、これはこんな感じで使うのかな、うん、こんな感じ。わあ、すごい。奥行き感が半端ないね。うん、すごい。え、どうしたらいいかな、煉獄さん。え、それはもうこれですよ。あーあーあー、すごい。朝顔じゃん、まさに。ぴったり。え、ここに置いたの完璧じゃないこれ、うん。ここら辺かな。あの、お店の人。うん。おかみ。あ、天元いいんじゃない、さっきの。天元水やりしてたから。ほら。わわ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 、ぴったり。しかもこうやってちょっとこんな風に前に出したりしたら、うん、なんか奥行き感出ていいかもしれない。すごいすごい、中店通りの働いてる人だ。すげえ、何これ。こんなことやってんだ。こんな使い方もあるんですね、グリーティングカード。グリーティングカードなのかどうかもう分かんない、ね、もうもはや分からない。ちょっと感動するね、うん、え、なんかみんなが何入れるかちょっと見てみたいな。いろんなアニメでも合いそう。合いそうだね、うん、着物とか浴衣とかでも合いそうだし、これはすごいです。はい、と感動です。 Amazon で購入できるみたいなんでリンク貼っときますんで、はい、ぜひ買ってみてください。めちゃめちゃおすすめ。はい、今回4つ紹介したんだけど全部おすすめじゃないですかね。はい、うん、でちょっとおさらいしますね。はい、おさらい。まずはボトルシップ風になるっていう、うん、ボトルシップ味噌っぺ、味噌っぺ、味噌味噌味噌ボトル。味噌ボトルは嫌だ。腐ってそう。エントリーナンバー。次、はい、2番。金魚鉢。うん。うん、これちょっとね、難しいかなと思うけどね、ここ狭くてね。そうですね。アタッチメントうまくやると、こんな感じで可愛くなります。はい。うん、3番目は、この海の家。これはもう完璧だね。うん。うん、完璧だと思います、これ。完璧。
問題なし、うん、そして最後に、うん、朝顔です。うわ、なんかキリキリ最高だね、はい、ぜひ試してみてください。はい、今日はこんな感じで、それでは。